初めて最後までミスしないでいけた。すごい。え？誰？あ、ごめんなさい、勝手に聞いちゃって。別に聞くのはいいけど。そっか、それならよかった。まだ何かあるの？あ、いや、ただここでお昼食べようと思って。あ、そう。なんだか変な子だな。ここで一人でお昼食べる子なんていなかったし。練習しにくいな。かといって他にできる場所なんてないし。邪魔になるわけでもなさそうだし、いいか。やっと授業が終わった。今日も屋上でベースを。いちかとほなみが教室の前にいる。あの感じ、私のこと待ってるみたい。仕方ない、後ろの方からそっと出ていこう。本当に志保ちゃんどうしたんだろうね。うん、理由も言わないなんて志保らしくないっていうか。やっぱり何か困ってることがあるんじゃないかな。私たちに話せないような理由があるとか。それならやっぱりちゃんと話したい。志保が困ってるのに何もできないなんて嫌だ。うん、そうだね。ごめん、いちか、ほなみ。こうやって避けてることで二人にすごく心配かけてる。でもやっぱりいちかたちには迷惑かけたくない。あ、また来た。昼休みだけじゃなくて放課後もここに来るってことは部活もやってないのか。何しに来てるか知らないけど、まあいいか。今は何も考えないでベースに打ち込もう。してるのにごめんなさい。ちょっと聞いてもいいかな。いいけど、何？いつも一人で弾いてるけど、バンドとか組んでないの？組んでない。どうして？どうしてって、組む相手がいないから。前は組んでいいって言ってくれる子たちもいたけどね。でも、ベースなんて一人で弾いてても楽しくないんじゃない？は？そんなことないから。やった分だけちゃんと上手くなるし、やりがいもあるよ。それに、私はプロのベーシストになりたいから、こういう練習は必要なの。そういうものなんだ。そういうものなの。じゃあ、一人で寂しくはないの？わからない。でもベースを弾いたり音楽を聴いたりしてるときは不思議と大丈夫な気がする。話はそれだけ？あ、うん。そう、
じゃあ私、練習に戻るから。音楽か。